どうもみなさん、こんにちはです。今回はですね、皆さん、一度は見たことがあるであろう配置、そう、迷路型の配置についてね、ちょっと今回喋っていきたいと思います。こちらのね、画像をご覧ください。えー、まあ、こちら。 なんですけれども、まあ、よくある配置ですねよくあるというか最近は見かけなくなったんですけれども一時期すごい流行ってましたこの迷路型の配置まあ皆さん分かれば見る通り、まあ、ここら辺にジャイアントを投入するとすると、えー、ジャイアントはですねこの大砲を壊しに行こうとするのでこう回り道をするという想定で配置を組むわけですしかし基本的にジャイヒーっていうのはウォールブレイカーを45、ま、体、あ、積むのでここに出したらですね ウォールブレイカーここに2体ぐらいちょちょって出せばここの壁が破壊されちゃうんですよねなのでジャイアントがここに回り道する必要がないとさらにやっぱ一般的なその明瞭型の配置ではこのつる部分にですね、えー、バネトラップであったりまあその爆弾であったり置くのであのー、もうやる人からしたら まあその何て言うんでしょう一番やっぱジャイヒーからしたら一番怖いバネトラップっていうのを一番こう再回避できちゃうんですねもうウォールブレイカーを2体ぐらい積むだけでなのでこの配置は本当におすすめしないというか最近あんまり見かけなくなってきたんですけれどもほんとやめた方がいいという配置でしたあのですね迷路型にするんでしたらこういう大胆な超大胆な配置にしないでまあちょっとこう す、まあ、ぐららいいいいだったらいいと思いますよ実際私がちょっとこうあの勝手にね自分で強いとか思ってるんですけどこのクランあこの配置これちょっと「清清配置」って名付けたいんですけどもまあ多分ネット探せばなんかある気が気もしないでもない結構なんかスタンダードな配置ですよねあここ空いてるのはちょっとクランの城なんですけどね。 そんな感じですかねやっぱあの邪ひでその大胆な邪ひの釣りはやめようということでしたご視聴ありがとうございました